いらっしゃいませ、こちらへどうぞ。ご注文は何になさいますか？おなす。おなすの焼きなす。焼きなすですね。かしこまりました。ガオー、こんばんごはん。パーソナリティの小川葵です。おなすの焼きなすを頼んでみたんですけれども、最近食べてないなと思って、実家にね、いた頃は出てたんですよ。めっちゃ美味しかった、あれ。食べてーなちょっと食べてーなーって思ってそうしてみました。はい、お待たせしました、焼きナスになります。いっぱい作ったのでいっぱい食べてくださいね。今日も元気にスタート、天下百軒山ラジオ、略して山ラジ、97戦目、召し上がれ。この番組は稲穂郷ちゃんと超仲良しな私小川葵が明治館にお邪魔して、天下百軒山の声優さんとおしゃべりして、ラジオドラマもやっちゃう砂防でワイワイ系おしゃべりラジオです。はい、先週に引き続きあの方が来てくれているので。でもね、お、なんかね、お、先週とちょっと様子が違うような気がしてますよ。なんだこのオーラは。なんだ登場していただきましょう、どうぞ。さっさとひざまずきなさい、ワンちゃん。つうことで、イエーイ、みんなまた来たぞ。天下百軒山影内総六席予約爆笑しちゃったよ。天下百軒山影内総六席披露役の太一陽です。イエーイ、また来た。また来た、太一陽。どこいしょでも、なんだか先週と様子が違うようですが、ということでね、今週はね、ちょっと趣向を変えて趣向を変えて、影内さんの方でね、登場してみましたよ。わー、すごい。いやー、影内じゃん。そうだぞ、みんなみんな待たせたな、待たせたな天下百軒山ラジオ。戸惑っている隊長さんもいると思うのでね。あー、ね、改めて、そうですね、影内そぼろすけひろちゃんの魅力を、うん、ぜひ教えてください。はい、いやー、もう彼女はもうね、はい、ゴージャスよ。ゴージャス、もうゴージャスのゴンゲゴンゲそう、そぼろすけひろさんが、はい、割とこう質素倹約な感じのね、うん、イメージなのに、このね、影内はね、はい、もうじゃんじゃか使います。じゃんじゃか使う、ゴージャスだから。じゃんじゃかゴージャス見せつけてくる女性らしいそのセクシーさみたいなのとかも、うん、やっぱりね、そぼろさんよりも影内の方がもうめちゃくちゃに出ている、出ている、ゴージャス、ものすごい、ものすごいですよ、色気がすごいです。もう私も、なんだろう、自分の中にある引き出しの中の最大限の色気と、はい、なんかイラッとさせる感じそう、聞いてる相手をちょっとおちょくってイラッとさせる感じ。いいです、それがいいんです。この要素をね、常に意識しつつ演じさせていただいている、そんなもうものすごい魅力満載のそぼろすけひろ影内でございますよ。いいですよ、衣装がね、まあ、どんどんみたいな、すごいぞ本当に。しかもワンちゃんって、ワンちゃんって、ワンちゃんって、ワンちゃん呼びですよ、もう、もう、犬びっくりよはい、まあ、とか言いながらね、肝心なところがちょっと抜けてたりとかする、うん、可愛いなんかポイントとかもあるので、うんうんうん、なんだかんだやっぱりそぼろさんたちはギャップだね、うんうん、あー、ギャップをしてくるね、これね、本当に。確かに、そういうちょっと、え、意外と、あ、そういうことでそうなっちゃうのみたいなそうなっちゃうんだみたいな、そういうね、ところがね、チラチラ見隠れする、そういうキャラクターですよ、うんうん、はいはいはい。なんかこう、元のそぼろちゃんと、うん、影内のそぼろちゃんでこう、結構差をガーンとつけてるところっていうのは、はい、やっぱりその色気の部分ですか。いや、もう色気はもうね、見た感じだと、おや、二人ともみたいな感じになるんだけど、うんうんうん、もうやっぱ声の表現でいかにエロくできるかいかにね、いかにエロさを引き出せるかっていうのを本当にね、いろいろ研究しつつ、でやっぱそぼろさんはちょっとね、影内に比べるとちょっと低めのところで作ってるので、うん、影内はもう好き勝手やってますよもう楽しい、楽しい、楽しい、でも伝わってきますもん、うん、もうね、めっちゃ楽しそうって、ずっとやってたよこれ本当に本当に楽しくて、いいですよね、はいはいはい、素晴らしい、そんなところもね、メロメロでございますよね、はい、皆さんは。ではでは早速最初のコーナーに行きましょう、はい、最初のコーナーは、二人の親密度はどのくらい、共に答えよ、レッツ京都、うん、はい、
このコーナーはですね、カードに書かれたお題を答えを考えてですね、せーのって同時に言って、答え合わせしようぜっていうコーナーです。あー、気が合うかどうかっていうのをやるみたいな、そういうことだな。はい、同じ答えを答えられたら最高みたいな。最高って感じ。そういうことだね。はい、はいはいはい、その通りです。なるほど。ではじゃあ早速行ってみたいと思います。行っちゃいます。よし、1問目こちら。夏といえば階段、階段に出てきがちなお化けといえば。いろいろあるな。本当ですよ。ちょっと待って、なんだこれ。お化けの名前を言うの。お化けの名前じゃない。せーの、トイレの花子さん。ダメやん。なんつった今。おろって言われて、おろって、六六首しか出てこなかった。おろって。確かにトイレの花子さんは出てきますね。うん、出てくる。階段といえばですよ。そうだよ。でもなんか階段って言ってもさ、その学校の階段だったらトイレの花子さんって言える気がするけど、はいはいはい、階段全般となるとカラカサお化けとか。あ、そうそうそう、お菊さんとか出てきますね。出てくるね、いやーダメだー。難しい。1問目から難しかったな、これな。そもそもでも、うん、私たちは気が合うんでしょうか。いや、そうだね。確かに言われてみれば、いやでもすごい話しやすいから。ああ、嬉しい嬉しい。私もそう思います。話しやすさ的なところではかなりこう気が合うというか、テンポ感が合ってるなとは思うんだが、気が合うとテンポ感が合うは違う。そうですよね。可能性がある。そうですよね。ちょっと待って、いや通い合わせていきたいよ。私は行きたいですね。いや、こんなにも楽しいのに。いや、ここで不仲説を出されるのだけは。やだ、お願い。やでは頑張っていこう、頑張っていこう。いきますよ、2問目。はい、ででん。お母ちゃんとも呼ばれるそぼろすけひろですが、お母ちゃんが子供に注意することといえば何？あー、え、あー、なんだなんだ。お母ちゃん口調。お母ちゃん口調。これでどういう感じなの？シチュエーションを説明すればいいのかな。やっぱり お母ちゃん口調で注意した方がやりやすいんだ。そうですね。注意のセリフの方が、あ、そうですね、まだ揃いやすい気がする。確かに確かに。難しいな、どうしようかな。これだこれだ。あー、もう決めた。よし、あー決めましたか。はい。いやどうしようかな。小さめの、あ、はいはいはい、お子様ですね。小さいお子様ね。小さいお子様に言うことですね。小さいお子様。よし、やんちゃなお子様かもしれない。やんちゃなお子様ね。はい、オッケーオッケーオッケー。よし、はい、いきます。はい、せーの、おもちゃ片付けなさい。電車ではおとなしくしなさい。ダメやん。電車ではおとなしくしなさいって言った。おもちゃ片付けなさい。あー、それだわ。それだった。もうちょっと身近なとこで探すべきだったな。いやでも身近ですよ、電車も身近です。そう、電車の中で走り回ってる子供さ、そうね、こら、ダメでしょ、ってやるやつ。でもおもちゃ片付けなさいはね、日常的に言うね、これは日常的。いやーかー、合わなかった。合わなかったよ、こんなに限定したのに。でもね、まだ、あともう一個ありますから。おい、もう一個ある。合わせやすい。次はきっと合わせやすい。これ次はいける気がするよ。よし、3問目、うん、影打ちそぼろすけひろといえば贅沢好きですが、うん、ちょっと贅沢したい時に食べるものといえば。わあ、ご飯？デザート？あ、そこ悩むね。どっちがいい？ねえ、ご飯。ご飯、ご飯、オッケー。贅沢、ちょっと、え、贅沢ね。贅沢です。贅沢ね。はい、おし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 、決めたよ。わあ、これでやってくれ。はい、いくぞ。せーの、ステーキ。なんだ、ベギャーってなる。え、なんて言った？寿司、寿司か。ステーキって言った。でも酢合ってるから。さあ、確かに酢は合ってます。そうそう、頭文字合ってるんで。まあこれ実質一緒だったみたいな。そうですよね。そう、確かに確かに。多分今聞いてる人たちもなんかしめーってなって、あ、一緒かーって多分なってたんじゃないかなって思いますよ。そうですよね。そう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 、これは合ってた。そう、てかホテルビュッフェとかに行けば両方あるから、うん、そうそうそう、そういうこと、そういうこと。チートですね。チートです、ホテルビュッフェ。あ、デザートパターン。デザートパターン一択。贅沢なデザート。何？贅沢なデザート。贅沢なデザート。贅沢なデザート。あ、もう私はもうあります。なんだなんだ、贅沢贅沢。隊長さん何が食べたいのかな？私なんかね、あの、とある季節になるとね、すっごいとあるものばかり食べてますよ。とある季節に、季節ものだ。季節になると、とあるものばかり。いつだろうな。
別の季節かな、なんか、春とかそのあたりとかに、もうなんかね時間みたいだよ。よし、よし、いきますか。はい、せーの、いちご。やっと揃った。いちごが好きなんですよ。確かに、あのちょっともう、ね、いつだろう、まあ、割と前かもしれない、あの行きましたよね、みんなで行った。あのアフタヌーン、アフタヌーンのテーを決めたよね。アフタヌーンテーを、ね、アフタヌーンテー決めに行きましたよね。そうだよ、そう、その時いちごいっぱい食べた。そうだよ、私すごいいちご好きなのよ。わあ、そうなのよ。いや、あってよかった。うぃー、うれしい、うれしい。もうこれはね、もうこれはこれはもうなんかものすごい、ね、シンパシーを感じて、もう大丈夫なんじゃないですか、我々。そうですね、信頼度最強よ、親密度最強よ。いや、よかった。ということでね、まあ3問中まあ、まあ、1位だったけども、親密度は 1000% というね、結果になりました。何の問題もないです、何の問題もない。素晴らしい、大成功、やったもう強制的に力技ですね。はい、はい、ということで、以上レッツ教頭のコーナーでした。では続いてのコーナーに行きましょう。燃える一言で耳から満腹に、略して燃えぷく。あら、いいですね。こちらはもう大歓喜、隊長様が万歳してる。いや、素晴らしい。はい、こちらはですね、隊長様たちから稲葉号やゲストみつるぎちゃんに言ってもらいたいことを募集します。うん、それを私たちが全力で可愛く言っちゃおうというコーナーでございます。あらまあ、まさに隊長様たちに耳からお腹いっぱいになってもらいましょうという。いや、いいコーナーですね。最高のコーナー、これだけでいいじゃん、もう。これだけ永遠にやろうよ。これだけ永遠にやっていいよね。本当に。はいはいはい、そしてですね、今回も、リクエストをいただいたお題があるんですけれども、隊長名貝柱さんからいただきました。うん、ありがとうございます。今回挑戦するシチュエーションは、目玉焼きにソースをかけるのか醤油をかけるのかで隊長さんと喧嘩してしまい、1週間口を利かない状態が続いたけど、隊長さんの方から謝ってきて、それに対して自分もごめんねと謝る時の一言です。長え。長えぞ。あの、すごいピンポイント。いや、こんな限定的なシチュエーションなんだ。そう、あの、でもここまでこだわりにこだわり抜いてるのは初めてかもしれないです、ピンポイントすぎます。こんなにもなんか情熱を込めて、ここがピンポイントに行きたいって言ってる人を逃すわけにいかないよね。ですね。貝柱さんはめちゃめちゃ目玉焼きが好きなのかな。ね、そうだね。ちなみに貝柱さんはどっち派なんだろうね。確かに気になりますね。気になりますね。教えてくださいよ。教えてください。教えてくださいよ。はい、はいはい、ということでね、早速やっていきましょう。はい、では稲葉号からやらせていただきます。はい、それではお願いいたします。稲葉号ちゃんで、目玉焼きにソースをかけるのか醤油をかけるのかで隊長さんと喧嘩してしまい、1週間口を利かない状態が続いたけど、隊長さんの方から謝ってきて、それに対して自分もごめんねと謝る時の一言です。どうぞ。隊長様、私の方こそごめんなさい。まさかあんな些細なことで喧嘩になるって思ってなくて、その後先生謝る機会がなくて、そしたら大体気まずくなっちゃって。でも隊長様の方から声かけてくれて本当によかった。でも隊長様とお話できなかった間、私すっごく寂しかったんだからね。はい、はーい。はーい、かわいい。こんなに泣かせて、まったくもう。泣かれるね、きっと多分。謝れないけど、あの罪悪感だけがどん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 募っていっちゃうんですね。募っていった結果、はい、爆発してしまったんだね。そうそうそう、涙ですね、これは。そうですね。かわいそう。もう寂しい思いさせてごめんな。ほんとに。すまんな。すまんすまん。ではでは、続いては影打ちそぼろすきひろちゃんで、目玉焼きにソースをかけるのか醤油をかけるのかで隊長さんと喧嘩してしまい、1週間口を利かない状態が続いたけど、隊長さんの方から謝ってきて、それに対して自分もごめんねと謝る時の一言です。
どうぞ。やっとワンちゃんの方から謝る気になったのね。ちょっと私様を待たせすぎたのが気に食わないけど、仕方ないから許してあげる。でも、ワンちゃんにはお仕置きとして、私様の朝ごはんを作ってもらうわ。これから先、ずーっとよ。あれ？これから先、ずっと朝ごはんを？もしかしてこれって？ああ、なしなし！今のはなしだから！はい！どこしょう！どこしょう！はい！どこしょう！どこしょう！最高です！うわー、かわいいな！まったくよ、急に純情なところ見せてきやがって。なんだよ、もう！こういう、こういうとこだぞ。いやー、よかった。本当に。まんまと沼にもズブズブに両足使っちゃって。いや、ほんとよ。もうそのままもう、おぼぼぼぼぼぼぼって感じ。沈んでいった、もう。沈んでいっちゃうよ、こんな。静かに沈んでいった。こんなね、ちょっと優位、最初は優位かと思いきや。実は実はイエーっていうね、うわー、このギャップです。あー、ありがとうございます。いやー、ありがとうございます。以上、はい、萌えぷくのコーナーでした。ザンラジ、続いてはふつおた。はい、今週も隊長さんたちから心のこもったお便りをいただいているので読ませていただきます。はい、隊長さんにもぜひ読んでもらおうと思うんですが、よろしいでしょうか。はい、もちろんでございますよ。ありがとうございます。イエース。どういうノリなのこれ。はい、では行きます。はいはい、隊長名イサナさんからいただきました。ありがとうございま す, います。小川葵さん、太一陽さん、こんばんごはん。こんばんごはん。ザンラジ、毎回楽しみにさせていただいております。ありがとうございます。今回はお気に入りの蜜剣そぼろすけひろ役の太一陽さんが出演ということで、初めてお便りを出させていただきました。ありがとう。さて、そぼろすけひろといえば津田越前守すけひろからお母ちゃんと呼ばれつつも、うん、料理の腕が壊滅的だったりとなかなかのキャラクターでありながら、一方大胆な水着衣装で自分も含め数多くの隊長を悩殺しているかと思います。はいはい、そんなそぼろすけひろに太一陽さんが着てもらいたい衣装と、うん、こんなエピソードを演じてみたいというのがあればぜひお願いします。これからのご活躍も期待しておりますという。あらー、これはこれはなかなかな質問が、なかなかな質問でございますよ。ましたね。体のラインがめっちゃ出る服ってなんだ？なんだ？逆になんかこう、うん、着物？あーいいー。あ、浴衣着てほしい。あ、浴衣いい。浴衣着てほしい。あ、浴衣ちょっと裸さしてほしいな。あーいいね。チラッとしてほしい。すごいいいね。その浴衣は意外と可愛めの浴衣を選んだりとかするような感じだったらめっちゃグッとくんな。可愛い。いや、これは完全に私の妄想ですね。はい、いやいいな、なんか何着ても似合いそうだから、なんかでも体のラインが出る服を着ていただきたいです、私は。で、なになに、すいません、いいですか、うん、アップにしてほしい。あ、髪を。最高じゃん。アップに。ああ、もう髪。うわー、もう最高。いや、それは見たい。うなじみしてくれ。ああもうダメだ。見してくれ。それはもう絶対に見たいですね。見たいです。絶対に浴衣でうなじ見せられた時にはもうたまらんですよ。たまらんです、本当に。いいな。いやいいな、これ。で、なんだっけ、あのエピソード。エピソード、はい。例えばさ、そのせっかく影内とさ、そぼろすけひろって2ついるわけじゃん、はいはい、2人、うんうんうん、その2人の中身が入れ替わる話とかみたい。わー、面白い。なんか面白そうじゃない。そのなんか普段のそぼろすけひろさんじゃ絶対に言わないようなこととかをそぼろさんに言わせて、はいはい、うんうん、何を 言ってるんですかみたいなのを見たい。なんかありそうだよね。すごいありそうです。この先出てきたらちょっと頑張りますね、その際に。わー、なんか五王さんがね、うん、なんかそんな薬を作っちゃったりなんたりして、ねえ、ちょっと本当にありそうなんだよな。飲んじゃったりなんたりして、あら、どうしよう。楽しみです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう一つ紹介しますね。はい、体調名浜田山の湯さんからいただきました。ありがとうございます。ガオちゃん、隊長さん、こんばんごはん。こんばんごはん。ザンラジいつもお耳満腹いただいてます。よかった、ありがとう。隊長さん演じるそぼろすけひろといえば娘のつーちゃん、そしてガオちゃん演じる稲葉号と同じく、はい、ミディ先生の素敵なイラストが特徴的ですよね。個人的には3人共通して髪の差し色になっているエメラルドグリーンのような緑がとても魅力的に感じます。本当や。そうなんだよ。世間では稲葉号のようなインナーカラーも流行りですが、うんうんうん、もしお二人が何も気にせず好きな髪型にできるとしたら
どのような髪型にチャレンジしますか。これからも天下百軒さんを応援しています。アンドニディ先生、みつるぎちゃんたちの新衣装を楽しみにしておりますということで、まさかの先生の直談判が入ってますけれども、うん、どんな髪型にしたいか。なんか小川ちゃんはずっとロングのイメージ。いや、そうなんですよね。だからなんか派手な色とかあんまりしないしたことないんです。あ、なんか養成所とかに通ってる時まではちょっと髪明るかったんですよ、うんうん、あ、そうなんだ。そうなんです。逆にそうなんだ。で、しかも同期が結構、うん、そう、おしゃれ髪型の子多いんですよ。おしゃれ髪型の子ウルフヘアにしてたり、いろいろいっぱい買ったりね。あの、朝比奈まどかちゃんって言うんですけど、あーもうね、だいたい差し当てたのあ、ウルフ、なるほど、はい、みたいな。だから、ああいうチャレンジ精神がめちゃめちゃ素敵だなと思うし、また似合うんですよね、彼女たちは。だから、ちょっとそういうのチャレンジしたいですね。あー、やっぱりちょっと派手な、はい、派手色やってみたいです。え、何色やりたい？でもやっぱおしゃれアッシュカラーやりたいですね。あー、いいね、アッシュね、はい、アッシュにして内側をもうレインボーにしたいです。内側レインボーのアッシュ。いや、攻めるな。攻め攻めにしたいです。攻め攻めだね、びっくりしたわ、はい、もう絶対に誰かは私かわからないみたいな感じで現場行って、うんうん、ってなられて、あれ、ここちゃんどうした、急にレインボーになっちゃって、はい、みたいな。なんかそういうのちょっと今面白いなって思います、うん、いいね、はい、どうですか、はい、ね、私結構色最近入れられたりしてます。そうだね、なんかね、入れているんですよ、はいはいはい、なんかまあ割と自分で染めたりとかしてる時 は、はいはい、その紫色っぽい感じのカラーを入れることが多くって、っていうのも、まあ、自分がただ単に紫が好きだからってそれだけの理由なんだけど、でも入れてみたい色、うーん、なんかね、青やってみたい。青、あ、似合いそう。なんか青い色って自分じゃ選ばないのよ、うんうんうん、あんまり。あ、そう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 、だからそれを入れた時のメイクってどうなるんだろうね。確かに、そうって思った。青、え、青ってさ、めっちゃ難しくない？難しいです。やめるか、いや、やっぱやめるか。え、隊長さんならいけます。いけるか、いけるか。え、でも金髪とかもさ、なんか全部を金髪にする勇気はちょっとないけど、うんうん、そのグラデーションみたいなので、ね、そのなんかやったりとか、インナーで、それこそインナーカラーで金髪とかやってみたいよね。めちゃくちゃ明るい髪の色やりたい。ああいうの一回でいいからやってみたい。フェスみたいな、フェスみたいなやつ。あ、いいな。フェスなんて行ったことねえんだけどな。いや、悲しみだね。陰キャなので陰キャなのでパリピのふりをしてみたいですね。してみたい、やってみたいです。いいな、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい、ということで今週もたくさんお便りありがとうございました。はい、こんな感じでザンラジではふつおたを大募集中です。公式ホームページからどしどしお送りください。それでは今週も一曲聴いていただきましょう。隊長名 FJ さんからのリクエストです。9月といえばこの曲、祭り恋し夢の後をお願いしますとのことでお聴きください。稲葉号岡田切義房徳善院貞宗で祭り恋し夢の後です。どうぞ。続いてはお待ちかね、ザンラジオリジナルドラマ外伝ラジオタン。はい、
この番組でしか聞けないちょっとレアなオリジナルラジオドラマ、先週に続いて稲葉郷とそぼろ助弘のお話の後編となっております。おお、ということは、ということは、ということはですよ、彼女が出てくるんじゃないか、これがっつり来るんじゃないか来るんじゃないか、いや楽しみですね。はい、ではでは今回はどんな物語になっているのでしょうか。どうぞ。もう狭いんだから動かないでよ。そう言われても。あなたが場所を取りすぎなんです。もう少し向こうに寄ってください。無理よ。だって私様ってこんなにゴージャスな体してるじゃない。何がゴージャスですか。怠惰な生活している分余計な脂肪がついているだけです。あの、ごめんなさい。あ、いえ、稲葉郷さんのことでは。ああ、バゴちゃんかわいそう。あなたのことを言ってるんです。だいたい、なんで私たちまで隠れないといけないんですか。ここ、私の部屋の洋服棚ですよ。それは、いろいろあったのよ。いろいろって、どうせまたつまらないいたずらでも。あの、二人とも。なーに？その、二人が話すと、その度に動いて、いろいろ当たるというか。あら、バゴちゃんも気になるんだ。私様の、お、む、ね。ワンちゃんと一緒ね。ワンちゃん？主様のことですよ。私たちの主様をそんな風に呼ぶなんて。別にいいじゃない。ワンちゃんも喜んでるみたいだし。その隊長様ってそうなの？そうってどっち？ワンちゃんって呼ばれて喜ぶ方？それとも、お胸を凝視する方？両方気になるけど、とりあえず、胸でお願いします。そうね。穴が開くほどじーっと見てくるわよ。もう、すっごくかわいいの。そうなんだ。嘘ですよ、稲葉郷さん。ヒロの適当な話に耳を傾けないでください。でも隊長様ならやりかねないかなって。確かにそうかもしれませんが、でもそれなら私や稲葉郷さんだって見られてるはずです。それはそうかも。じゃあそうなんじゃない。し、せ、ん、感じない？どうだろう。感じません。あら、あなたには聞いてないわよ。それにあなたは見られてないと思うし。私だって見られてます。そうなの？いえ、どうでしょう。ボロスケ、見え張っちゃったのよね。張ってません。それとボロスケと呼ぶのもやめなさい。いいと思うんだけどな。ゴージャスな私様とボロボロのボロスケ、ぴったりでしょ？全然ぴったりじゃないです。そもそも私に何か一つでも叶うと思っているんですか？いろいろ飼ってると思うんだけど。ねえ、バゴちゃんはどう思う？私は。ほーら、言ってみて。動かないで、ヒロさん。いろいろ当たるから、当たるから。ヒロ、狭いんですから静かに。あ、足音。やば。ねえ、言った？うん、もう足音はしないよ。よかった。本当にもう。
鉄も正秀もしつこいんだから。しつこいも何もあなたが何かしたからじゃないんですか。何もしてないわよ。信じられません。へえ、バゴちゃんも信じてくれるでしょ。信じませんよね。わかんないけど、私も洋服棚に隠れてなきゃいけない理由は知りたいというか。そうです、そもそもこんな狭いところに3人でいるのがもう限界です。私は外に出ますよ。ちょっと待って、今出て見つかったらどうするのよ。どうもしません。大体なんで私の部屋に逃げてきたんですか。洋服棚に隠れるならあなたの部屋でもよかったじゃないですか。それは無理よ。だって3人で寝起きしてるのよ。たとえ夜まで隠れられてもお布団敷くときにバレちゃうじゃない。はい、一人部屋じゃないの。なんかね、3人一緒がいいんだって、正秀が。そうなんだ。よく鉄が納得しましたね。あの子はほら、眠れれば木のうろでも問題ない子だから。そうなんだ。でも三剣の資質ってベッドじゃないの。鉄がどっか捨ててきちゃったわよ。メジカの備品だよね。そうなんじゃないの。でもお布団川の字に並べるから邪魔なんだって。私様的にはベッドの方が良かったんだけどね。自由だね。そうなの、みんなわがままなのよ。あなたが言うと説得力が違いますね。寝る場所だって取り合いなんだからね。決まってないの。毎回じゃんけんしてるわ。必ず寝る前に揉めるのよ。お布団川の字に敷いてさ、寝るわよってなると、今日は私が真ん中よとか、俺がとか言い出すの。あの二人にも困ったものよね。ヒロさんは寝る場所どこでもいいの。私様どこでもいいわけないじゃない。だって私様が寝る場所は決まってるもの。あ、そうなんだね。真ん中？端っこ？どっちも正解でどっちも不正解。ん？どういうこと？決まってるんじゃないの？決まってるわよ。私様が寝る場所はね、二人が寝たいって言った場所よ。あの二人がじゃんけんに負けた時の悔しがる顔がね、すっごくかわいいの。なはは、それは揉めるね。というわけで今回の報告書ですが、結局ヒロさんはなんで隠れてたんだろう。鉄さんと正秀さんに追いかけられてたってのはわかるんだけど、サダさんとカネさんだっけ、新しく明治会に入るって話は聞いたけど、陰討ちの人たちって何人いるんだろう。みんなあんな感じなのかな。バゴちゃん、ちょうどいいところにいた。またかくまって。カネと正秀がものすっごく怒ってるのよ。今度は何したの。知りたいの。それじゃあそこの掃除用具入れの中でたっぷり聞かせてあげるわね。さあさ、入った入った。いやー、はい、どうですか。いやもうね、ハイカロリーよ。ハイカロリーもハイカロリー。いやもう私大変よ。本当に本当ですよ。下手したらずっと喋りっぱなしのターンあったから、ね、そうなんですよ。ページいっぱい全部そぼろさんと影そぼろさんしかいない時ありましたからね。ありましたね、本当に。しかも、皆さん聞いて驚け、これ流れでやってらっしゃいますからね。別撮りじゃないからな。そうなんだよな。本当すごすぎる。いやびっくりですよ、まさか流れでやることになるとは。でも意外とやっぱ
り流れでやった方が会話が噛み合ったりとかしてね、いい感じになったんじゃないかなと。本当にすごかったですよ。ただただエロい回でした。でもいいですね、こういう回あっても。そうだね、うん、こういうなんか特別な回に呼んでいただけて大変光栄でございます。そうです、ありがとうございます。特別な回ですから。ええー、本当に良かったですよ。いや面白かった、はい、ありがとうございます。もっとやれって感じですね。いや本当にね、いいぞ、もっとやれってやつですね。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、というわけでですね、あっという間にお別れのお時間が迫ってまいりました。え、やだやだ、本当に嫌です。本当にお願い、ここにいたいの。お願い、嬉しい、お願い。でもね、ええ、隊長さん2週にわたって来ていただきましたが、いかがでしたか。いや怒涛だったね。怒涛でした。いや本当にそう、このラジオ本編もすごく楽しかったんだけど、はいはい、やっぱりこのラジオドラマの方が、うん、こんだけたくさん、その普段あんまりさ、うんうんうん、ね、喋ることがないキャラクターとかと一緒にこう喋ったりとか、ね、つるっと自分だけが喋る二役幻のページが、ね、をやらせていただいたりとか、うん、なかなかない機会だったので、うんうん、本当に楽しい経験をさせていただきました。よかったです。また呼んでくれよ。ぜひぜひ。また呼んでくれよ、お願いします。だから今度はなんて言うんでしょう、つーちゃんとかもね、あ、ね、一緒に来てくれたらめちゃめちゃ楽しい回になるよ。いや絶対に楽しい回になる。 いやこういうの聞きたいんだよな。聞きたいな。ファンの人たちもみんなね、そういうの聞きたいと思ってる。そうですよね、隊長様。そうだよね、そう、あ、そうだよって隊長が言っとくわ。隊長、私が言っとくわ。そうそうそう、隊長代表して ね言っときますよ。ぜひ聞きたいですね。ね、そういうのがあったらいいですね、うん、はい、はい、ということで隊長さん、2週にわたって本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、そしてそして来週なんですが、ゲストに鬼神丸国重役の天海ゆりなちゃんが来てくれます。はい、はい、何をお話ししてくれるのでしょうか、うん、それでは来週も楽しみにしつつ、本日はここまで。天下百軒ザンラジオ、略してザンラジ、また来週。せーの、ごちそうさまでした。ありがとうございました。またお越しください。もう何かがおかしい。今日はいつもより忙しい気がするんだよね。あ、バーゴちゃんじゃなかった、店員さん、こっちこっち。忙しかったのはヒロさんのせいか。それにこのやりとりは1ヶ月前にやったとこだよ。ねえねえバーゴちゃん、私様喉乾いたから冷たいもの飲みたい。冷たい飲み物ですね、かしこまりました。え、じゃないよ、ちゃんと働